今日はみんなにお蕎麦屋さんになってもらいます。外国人にも来てもらいたいよね。外国人が知らない日本の情報をネットで見つけるのが大変なんだよね。そこで町の人と NTT 東日本が協力して Wi-Fi で観光情報を提供しているんです。お蕎麦屋さんも嬉しそうだ。あなたと町を作っていく NTT 東日本。